ジャンニ・ザイフェルローンは、オランダ・ロッテルダム出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。空手や水泳といった他のスポーツに飽きたことから6歳で、サッカーを始めた。彼の母親はサッカーについてあまり多くを知らず、イエローページでチームを探して、電話をかけた相手が、名門フェイノールトだった。フェイノールトは、ユースの練習に、ザイフェルローンが参加するのを認め、練習の結果からチームに加入することを認めた。そこから11年をフェイノールトのユースで過ごした。チームメイトのダストリー・ムルダーが負傷したため、ルートフリット監督はザイフェルローンをトップチームに招集した。2004年8月22日のヴィレムツ戦でデビューした。そのシーズンは10試合に出場して無得点だった。出場機会を得るために2005から06シーズンは RKC バールバイクにレンタル移籍して28試合に出場し、後に在籍する SC ヘーレンフェーンからシーズン唯一となる得点を決めた。2006年6月、3年契約で SC ヘーレンフェーンに移籍した。2008年7月2日、3年契約でイングランドのウエストブロムウィッチアルビオン FC に移籍した。移籍金は320万ユーロ。2006年の UEFA U-21 欧州選手権に参加して3試合に出場した。2007年、フォッペでハーン監督に招集されて、自国開催の UEFA U-21 欧州選手権で2連覇を達成した。ファーストラウンドでは1-0で勝利したイスラエル戦、2-1で勝利したポルトガル戦に出場し、準決勝進出と北京オリンピック出場権を確定させた。準決勝のイングランド戦では1-1で延長にもつれ込み、最終的には32人が蹴った PK 戦によってオランダの勝利が決まった。この PK 戦で彼は2度蹴ったが、1回目はオランダの7人目で成功させ、2回目はオランダの16人目で勝利を決定させた PK を蹴った。決勝ではセルビアに4-1で快勝した。大会後には大会のベスト11に選ばれた。2008年の北京オリンピックでは準々決勝でアルゼンチンに敗れた。ありがとうございます。